こんばんは、よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。今日は取って出しということで、はい、お聞きしたいのが1個ありまして、27日昨日ですかね、岸田総理が衆議院予算委員で、外国人観光客の受け入れ再開に際し、マスク着用の徹底を求めるみたいなことを言ってるんですけど、うん、なんか法的根拠もないのに何言ってんだろうと思ったんですけど、についてそもそもマスクの話について言うと、あれだよね、日本はまだしてるけれど、はい、まあ海外はもうほとんどしてませんね。だから、それはあれですよね。だから日本の、特徴っていうか、ルールみたいな話にしてるところがありますね。うんうん、まあ今のところあれだよね。厚生労働省が何を言ってるかそれだけなんだけど、まあ、だから、ルールって言っても何も根拠がないっていうので、厚生労働省が何を言ってるかっていうと、屋外でちょっと離れたらそれはマスクやないって、そういう言い方はしてるんだけどね。でも、もともと厚生労働省が何を根拠として言ってるかっていうと、何もないんだよね。そもそもマスク着用の義務も何にもルールもない。ルールっていうと、普通は法律の根拠があって、やるもんなんだけど、その根拠すらもないと。だから、日本の場合、ルールと、本当は正確には言えないんだよね。うん、で、正確にどういうふうに言うかっていうと、厚生労働省がお願いをしていますと。お願いをした結果、まあ、それに従う人もあり、従わない人もありって、どっちでもいいっていうのが基本なんだよね。だから、こういうのは説明するときすごく大変で、こういうふうな決まりがあると言うと、どうして決まってんのって言われると、実は、まあ、厚生労働省が、なんていうかな、推奨してて、お願いをしてるだけだって、そんなことしか言えなくて、そのお願いに従うか従わないかっていうのは、実は国民の自由っていうのが建前なんだよね。だから、こういうのって英語で説明するとすごく大変で、ジョーは、前も言ったかもしれないけど、自粛って言うでしょ？はい。自粛っていうのは、なんていうかな、お願いであって、ボランタリーレストランってそういう言い方するんだよね。ボランタリーがなくてレストランって言うんだったら規制なんだけど、ボランタリーって言うと、じゃあ誰が判断するのって言うと、個人だっていう話になって、じゃあマスクするかしないか自由ねって必ず聞かれるんだよね。うん、で、その自由ねって話したらそうだって、じゃあルールじゃないじゃないかって、国民の判断じゃないかって必ず言われちゃうんだよ。それは形式的には全くそうだよ。だから、岸田さんがどういう意味で、日本のルールに従ってもらうと言ったかって言ったら、もし国会で言ってるんだったらね、そのルールの根拠は何ですかって聞かなきゃいけないんだよ。そうですよね。うん。なんか立法府でなんかルールだって言っちゃったら、実は法律およびそれに類する話っていうふうに普通理解されるよね。はい。はい。でもその、全く、その法律とかそのののがなくて、ただ単に厚生労働省が推奨してるだけで、ギリギリ言うと、それに従うか従わないか国民の判断ですってことになる。これを外国人に説明するの大変だと思うよ、正直。そうですよね。それをね、義務が誰にある、説明する義務が誰かにあるかっていうと、岸田さんのさっきの答弁だと、旅行会社にあるように言うよね。はいはい、そうですよね。旅行会社はそんな義務ないんだよね、はっきり言うと。だって、そもそも、マスクの着用の法的根拠はないから、旅行会社に義務を負わせることもできない。で、それじゃあ旅行会社が従わないとどうなるかっていうと、国交省の方に手を回して、許認可業種でしょ、はい、許認可業種、許認可の話に脅かすっていうだけなんだよね。なんか、こういうのいつまでやってるかって話だけどね。やり方が汚いですよね。まあ、日本は大体そうだね。だから、すごく遡って言えば、例えば、緊急事態宣言とか言うんだって、はい、まあ、普通の国だと、憲法上に規定が、そういう、こういうことになったら、政府が命令出せるって規定があって、そこを根拠としていろんなことをやるんだけど、日本の場合、憲法上の規定もないから、まあ、ヘナチョコの、特別措置法っていうのがあって、で特別措置法をきちんと読むとね、あんまりできることは少ないんだよね。うん、はっきり言うと試験制限はできなくて、このマスクの話になって、誰かがこれで不利益を、マスクのね、話で不利益を得たときに誰を訴えたらいいかって、おそらく国を訴えるとそんな規制ありませんって終わっちゃうんだよね。おー。規制がないから訴えようもないよね。
だからこれはルールだと言われると、業者の方はそれを従えと言われたら許認可を持っている国交省が配慮して従うかもしれないけど、なかなかあれだよね、大変だよね。ちょっと前にあれだった、あれがあったでしょ、ダイニング。はい、あのグローバルダイニング。グローバルダイニングの話で、それで、法律がちょっと、に基づいて、小池さんが、時短要請したら、それは、法律の根拠が怪しいということになって、実は訴えたじゃない。そしたらさ、はい、裁判でも、その根拠は怪しい。確かに。でも、まあ、大きな過失がないからって、そんなような答えになったじゃない。だから、法律のところ話すると、グローバルダイニングの話でさ、法律の根拠は怪しいってことになってるから、今回のこのマスクなんか全くないよ、はっきり言えば。いや、そうですよね。でも、今日大阪で、外を歩いてて、大阪の駅前から梅田の方を歩いたんだけどね。はい、まあ、あれだね、もうマスク取ってる人っていうのはほとんどいないよね。まだそうです。みんなして、これも暑かったから大変だよ。暑かったし、私なんかだから、アゴマスクで歩いてたけどさ。ああ。うん、暑く、今日は暑くて暑くて大変で、よくみんなしてるなと思いましたけどね。でも、一応ね、ルールがない。なので、するかしないかは判断自由だし、はい、厚生労働省が、一応推奨してる話っていうのも、屋外だと、まあ、マスク、基本はしなくていいっていう話になってるんだよね。それでもみんなしてますよね。だってルールじゃないから解除って言われても、もともとルールがないから自分次第ってことですもんね。そうだよ。もともとは、だから、これをルールって言うとおかしくて、ルールは実はないと。だからなんとなく社会的な風潮、そういうのがあるってだけですよね。それなのに解除っていうのがどうなのかなってよくわかんないです、本当に。多分正確に言うたらでね、推奨してる厚生労働省が他のを推奨したってだけで。推奨だからね、はっきり言えばね。推奨だからそれに従うかしないか、従わないかっていうのは、まあ個人の自由ですね。これなんでマスコミはそういうのを割と言わずに、なんかあたかもルールであるかのように。なんかそういうふうに大げさに言ったものがあれなんじゃないの？自分たちの存在意義があると思ってるんじゃないの？これ、私みたくさ、国民には従う義務一切ありませんって言ったら、そもそもなんで報道してんのかって言われちゃうじゃない。そういうことなんですかね。うん。だからなんとなく、大切なものように報道するから、マスコミにとってお上で行こうっていうのは報道する、きっかけになるわけよね。そうなんですね。そうでしょうね。だから、まあでも、マスクしてて、あれだよね。国民が案外取らないのはあれかもしれないね。マスク美人が多いから、取ったらちょっと大変なのかなかもしれないけどね。だから、私なんかそうやって見てるよ、逆に。マスクしてることで都合のいい人もいるってことですよ。それ多いでしょ。だって顔の半分隠れるんだからさ。これはあれだよ、すごく有利じゃないの？まあ、そう。有利。うん、有利じゃないの？そのマスク美人の人にとってみては。まあ、そうなんかもしれないです、うん、だから、それはマスク美人で人多いから、うん、多いっていうか、だから、顔の半分隠れるからね、それ有利っていうかね、あれで、それで取りにくいんじゃないの？まあ、でもさすがにこの夏ぐらいから、どうなんですか？夏はきついよ、正直言うと。暑くてね、はは言っちゃうから。うん、だからさすがに取る人多く、夏多くなんじゃないかな、屋外は。そうするとなんか、なんとなくこう、外してもいいやっていく気になっていくっていう。でしょうね。それでもね、マスク美人を維持したい人はね、してるかもしれないよ。マスク美人が肝なんですか。じゃないかなって、邪推しちゃうけどね。でも夏は苦しいよね。でもあれでしょ、マスク美人の人はもう化粧も半分でいいからってかってことなんでしょ。よく前、よく分かんなかったのが、その岸田さんがサミット行った時は、うん、してない。してないじゃないですか。まあ、あれは、あえて説明するとあれだよね。5にいれば5に従えっていうやつでね、はい。海外はしてないからっていうのあって、日本の国内の方は、なんか官房長官の説明を一応聞いてたら、みんな、なんか検査してるから、はい、屋内でもいいんだって、そういうすんな説明だったよね。5にいれば5。唯一の例外がちょっとあったのは、バイデンは天皇と会った時と、拉致被害者と会った時はマスクしてたよね。
ああ、そうか。あれは天皇は、出会ったところが、あんまりも大きな部屋じゃないからっていう理由らしいんで。へえ。それと、あと、拉致被害者の時には数が多かったからって、そういう理由で、なんか、マスクをしてたみたいですね。それで、屋内で G7、あ、じゃなくて、今度の日米首脳会談とか、クワッドのは、みんな前、検査してるからって、そういうのが理由だったですね。へえ。管理も大変だよな、あんなのきちんと全部説明しろって言われるからね。なんでしてないんだ、してるんだって説明しなきゃいけない。そう、説明しなきゃいけないから大変だよね。なんもいつになったらこうルールできちっと決めて動くっていう社会。それはきちんとルールっていうのは法律の根拠を持ってやるっていうのは永遠にないと思います。でもそうしていかないとダメですよね。外国人に説明するのはちょっと大変だよね、いつもね。だからなんかルールがあるって言って、ああって思う人と、なんか、本当はルールないんだって説明しちゃうと、なんでそんなことしてんのって言うんで、なんか社会的規範かっていう話になるよね。社会的規範っていうのは誰が決めてるかよくわかんないから、っていうことになるけどね。結局のところ、ルールパッと決められないのは憲法の問題に行き着くってことですか？行き着くところを見ると、そう。そこが根本がないから、そこからいろんな法律っていうのはできるんだけど、いろんなできてる法律っていうのは実は憲法上のなんていうかな、非常事態っていう、そういう概念がないからほとんど何も決められない。それがだからグローバル大学の時よく分かったわけでしょ。小池さんが言ったって、あれは法律的な根拠は怪しいって言われちゃったんだ。じゃあそこを変えない限りはこういうことが続くってことですね。そうね。だからなんかルール誰が決めてんのっていうふうな言われても、なかなかそこに対して明快な答えは言いにくいですよ。なるほど、なるほど。あまりよろしくないなとは思います。はい、そうですね。はい、ありがとうございました。はい、どうも。